あ、なんかこれがいいんじゃない、これガンには仕事のため、勝負、仕事というか全部ウィン、バトル、バトルに勝つ、仕事に勝つ、うん、でこれはね、メイクアドリーム、ドリーム、ドリーム、でもなんかこっちの方が合ってる気がする、勝つって書いてあるから、あ、それどれどれ、あ、これかなりランビエック、ビーラン、うん、ランビエック、ランビエック、này đây là công việc này, công việc này. Cái này nó tốt hơn, nó là trong mọi chuyện đều được bạn thành công nhất nữa. Nhất thì được, tổ mẫu. Cái chữ đấy này, chữ đấy có nghĩa là thứ nhất trong mọi thứ đó. Cái này hả? Bên kia công việc đúng không? Công việc, yeah. Cái này một cái là 500 yên, 100 gan, Việt Nam đồng. Còn cái này là cái gì? 100 yên.これかなりタとかタとかハンフックかな。ハンフック。うん、ハンフック。うん。私はなんかお母さんとか家族。ああ、家族ね。家族はそうだね。どれいいかな。これは何ですか。え？綺麗です。それは鈴ですね。これチリチリってなるでしょ。うん。うん、そうそう鈴。鈴、うん、鈴って書いてある、特に何も書いてない、何にいいかっていうのは、うん、かなりこんちゃい、超こんちゃい、こんがい、あー、ココン、あー、ココン、これはね、あ、これね、だるまだからね、かなりラトンマイ、あ、行きますか。あ、なんか後で戻って買えますか、それと今買った方がいいですか。あ、バイバイゾーダムヤ、うん、バイゾーム、これがいいですね。うん、あ、カナイ、厄よけって悪いのを来ないようにする、マオヒエム、マオヒエムとかサオが香港で、あ、違います、悪い、いや、うん、平安、あ、タとかタとかハフックはね、あのタとかバオゴム、どれだろうな、これだ、これが一応オール、これとこれ、あ、これかなりちゃんとここ、うん、うん、サクエ、うん、サクエちゃんとお題、うん、あ、タイビーラジャロイバムイ、バイムイトイタムイトイ、こうなるから、うん、いや、たぶん、これかねたとか、これもたとか、うん、たとか、うん、たとか、え、たかにも、ちなみにこれガンだともっちんちんばいでしょ、これ勉強、ディホーク、うん、勉強、勉強ね、これだとガンがもっちんちんばい、もっちんちんばいだったらかなり牛牛何年ですか、これはディホーク、ホーク、ディホーク、うん、これかなりマイマン、サクエア、いや、サクエア、いや、サク
桜。うん、桜。これも立ったからだな。桜は何ですか？特に何も書いてない。これはね、厄除けだから悪いのが来ないようにする。顔は？顔は？恋はね、ね。あ、これこれ、こっち。ユートン。あ、こぎんね。うん、ユートン。あ。これ、かなり台南ジャオトン。香港台南ジャオトン。じゃあ、精米とか、うん。台南台南、うん。うん。かなり、来世とかね。あ、これもそう。私毎回絶対お守りめっちゃ時間使うんですよ。めっちゃ買うんですよ。いろんなお守りありますしね。まあまあ種類も多いですね。種類も多いですね。なりますね。ここは何が有名なあるんですか。何有名ですか。厄除けなんですか。厄除け系がなんか多い。あでも足とかね腰とかその辺ね守るのいいって言いますよ、ね。ああそうなんですね。cái sáu số đuổi này sự khỏe này và cái này là tất cả bao gồm tất cả bao gồm hàng phục cái này tất cả bao gồm cái này luôn à với là hình như nãy em lấy cái này công việc cái này công việc cửa như là một hai ba em có ba cái ba cái ありがとうございます。もういいな。あります。今回でも初めてなんか。途中でお金使った感じですよね。コンビニはコンビニ、コンビニ覗いて、はい。ますね。うん。土産もらってきたとか言ってないですもんね。あ、まあまあ、それもありますけど。うん。なんか結構、信心深いですね。信心深いですよ。もうめちゃくちゃ信心深いですね。そうですね。うん。こういうお守りとか、仏教の施設は結構意外と好きかもしれないですね。あ、そうですね。バンバン買いますね、本当に。それはいいな。はあ、面白いっすよね。徳川をベトナム語で説明するってすごい難しいなと思いました。徳川。あ、徳川。うん。そっか、それ置き換える言葉難しいですよね。難しいんですよね。はい、エンペラーかその時のその時の権力者っていうことぐらいですかね。そうですね。将軍？将軍っていう言葉ないですもんね。そうですね。それに相当するのが。これ台湾っぽいっすね。あ、そうですか。なんとなく。言われてみたら。あ、ありがとう。